天皇陛下のお許しをいただき、婚約が内定いたしましたことを誠に嬉しく思っております。小室さんは私を温かく励ましてくださる存在でございます。最初に惹かれたのは太陽のような明るい笑顔であったと思いますが、性格を深く知るうちに真面目で、ご自分の強い考えと意志を、ご自分の考えと強い意志を持ちながら努力されるお姿、また物事に心広く対応される姿に惹かれました。2013年の12月に私から宮様に将来結婚しましょうというように申し上げました。場所は都内で、食事の後2人で歩いていた時であったと記憶しております。